国鉄ワム5万系貨車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した15トン積みに軸有害貨車である。15トン積みに軸有害車は1938年から厚生のワム2万3000型が量産されていたが日中戦争の激化により戦時型として本形式が1940年から製造された。鋼材節約のために ワム23000系の車体の外販を省略し、鉄中木造構造としたもので、引き戸や下回りは同等である。1943年までに3565両が、終戦後の1946年に80両、合計3645両が製造された。製造メーカーは、日本車両製造、川崎車両、汽車製造、新潟鉄工所、田中車両の5社で、 番号は1943年までの製造分が WAM5 万 MW5 万3564。1946年製造が WAM5 万 3565W5 万3644である。走り装置は12トン長軸を使用した一段リンク式であったが、1956年から1957年にかけて、 90両が、車体の交代化と二段リンク化改造を受け、ワム9万型に編入された。残りの車両については、1963年からは、雨漏り対策として、側面、つま面のキベハメ板を耐水合板に交換する、工事が進められ、約半数の車両が、合板張りになった。並行して、3223両に対しては、 走行装,装置の二段リンク化改造も実施され、大半の車両が1968年10月ダイヤ改正以降も引き続き使用されたが、1970年代の前半から廃車が始まり、1985年までに全車が廃車となった。1943年から貨車の戦時増積が実施されたが、国鉄貨物輸送の前世紀である1960年にも、 輸送力不足の対策として、15トン積み有害者の中で、設計強度に余裕のあるワム5万系、ワム1900系、ワム2000系の3形式について、特定品目を除き2トンの増積が実施された。荷重は15トンと17トンの二重表記とされ、形式の前に特殊表記符号として、オーフ化し、オアム表記とされた。 この措置は17トン積み有害車ワラ1型が量産されたことにより、1966年に廃止された。ワーム1900型は、台湾総督府鉄道部型16000型として、日本車両製造で製造したが、戦況の悪化により、現地への輸送が不可能となり、日本国内に残された1944年製造分を終戦後に国鉄向けに転用したものである。 1946年に100両がワム1900ワム1999として車席編入された。台湾仕様で製造されたため、車軸は12トン単軸で、連結機などの仕様が国鉄と異なっていたが、編入に際して自動連結機を標準的な上作用式に交換した程度で大きな改造は行われなかった。 1968年10月ダイヤ改正の時点で稼働していた96両は二段リンク式に改造され、形式名を変えることなく引き続き使用されたが、ワム5万型と異なり、車体の耐水合板化は行われなかったため、1974年に全廃となった。ワム5万系のうち、1968年10月ダイヤ改正時点で二段リンク化改造されなかった。 二26両を形式変更したものである。元番号プラス10万を新番号とした。北海道内専用で使用されたが、1970年には全廃された。1961年に大宮工場でワム5万型より改造された積み付け試験車である。運転、または入れ替え中に発生する肉崩れを観察して、積み付け方法の研究や指導に使用された。 改造に際して片側の側板を 10mm 厚の透明な高出円カビにル板たとし内部の様子が外から観察できるようになっている。またとっぱなし打ち当て試験時に速度を測定するため透明側に車軸発電式速度計が設けられている。外反塗色は黒。1984年度に廃車。稲電気鉄道ワム400系。編集1943年に。 稲電気鉄道ワム400型として、汽車製造で申請された。同年8月に、稲電気鉄道は国有化され国鉄飯田線となったため、ワム5万型に編入された。名古屋鉄道ワム5212名古屋鉄道ワム5200系、編集1942年に日本車両製造で製造された。当初は国鉄にも直通する。 連絡直通貨車として使用されたが、晩年は自己救援車として、塚口駅、北山駅などに配置されていた。ワム5212は2007年7月5日に廃車になった。ありがとうございます。